さあ続いて真由さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、豊田議員の被害者意識と有権者からの乖離。秘書への暴言暴行報道を受け、自民党を離党した豊田議員が18日、埼玉県新座市で会合を開き、地元の支持者に謝罪しました。また豊田議員は、来月行われる見通しの衆院選の出馬に意欲を示していますが、日刊スポーツの取材によると、豊田議員の後援会長は、もはや協力できないと不支持の意向を示しています。まあ、豊田さん、まあ、会見で、こういう発言しました。まあ、あの暴言は本当の私ではありませんと、激務の中、睡眠不足の上に薬を飲んでいたんです、そして仕事がハードで周囲がついてこれなかったんですと、まあ、あの釈明の会見を行いました。まあ、時に泣き時に笑いという会見で、90分間でしたっけね、記者の質問に対してもフリーで答えるというスタンスを取りました。あとは有権者の判断ということでしょうけども、さあどうでしょうか、真由さん。いや、私この方をやっぱりその理解できるように思うところもあるんですよね。ちょっと若干、まあ同情ってじゃないですよ、こういうなんかすごく大変だったんだろうなって思うところあるんですけれども、キャリア的にはあれですか、東大出て官僚になってっていうのは、そうですね、真由さんも東大出て官僚出てということですね。はい、でこの方は私なりにこう理解しようとして、でもどうしてこうなっちゃったんだろうって自分なりに考えてみて、でもやっぱりあの会見を見てこれだけは絶対違うなって思ったところがあるんですけれども、それを今日ご説明したいなと思ったんですけど、はい、まず基本的にこの方っていうのはその非常にこう自己肯定感がすごく薄かったっていうふうに言っていて、自己肯定感がなかったからこそ私は努力したっていう話をしていて、私それはすごく理解できるんですね。自己承認欲求っていうのはその野心になるんだと思うんですよ。私を見て、それがその特定の人に満たされないとこれが社会に広がっていって、みんな私を見てっていう野心になっていくと思うんですね。でそうやって努力した過程っていうのはすごくあるんだと思いますし、お祭りを1日30回回るとか、他の人でありえないようなハードな仕事をしていたっていうのもすごく大変だったんだろうなって思うんですよね。でかつその彼女の場合にはそうこうして成功していくうちに自信がない自分っていうのと、ただ社会的にこう成功している自分っていうののこう乖離が生じて、でなんていうか少しこう常にこう背伸びをするような状態になるんだと思うんですね。本当の自分はこうだけど、でもみんなにはこう見られているって、それがなんていうか人に対する優越感とか、そういう形で現れることってあると思うんですよ。そうね、それは別にあの誰にも小さなものから大きなものまでありそうですけど ね、ただそこで少し間違っていたのが、おそらく彼女の発言見てると、これは私の偏見かもしれませんけど、ね、第二子っていうのは秘書よりも人間として優れているっていう特権意識が除く、それは支える立場、支えられる立場ってありますけれども、それは人間としての差では全くないわけじゃないですか。業務の立場の違いとかはあっても役割ですよ ね、そうそう、役割の違いであって、その人間性の上下関係じゃないですからね。それがそのなんていうか自分の有能さ、この方頭いい方だと思うんですよ、はい、でも自分が有能で自分が頑張って、さっきその周囲が自分のハードな仕事を理解しないって発言ありましたけれども、はい、その野心が大きくなれば大きくなるほど不満も大きくなるんだと思うんですよね、そのどうして私はこれだけ頑張って前に進もうとしてるのに、周囲が私を理解しないんだろうって、それが自分の不満が自分の不幸にすり替わるんだと思うんですよ。なるほど。ですごく被害者意識を持っていて、私は被害者なんじゃないかって、それがヒロイン化、自分をヒロイン化してるんだと思うんですけれども、ただ私はあの会見を見て、この方はもしかしたらこう政治家に向いてないんじゃないかっていうふうに思ったのは、やっぱりその共感力の圧倒的な欠如を感じるんですよね。あの場に及んでも彼女がこう繰り返していたのは、ここはその秘書が元秘書がどうこうしたってことを説明する場ではなくて、弁解や弁明の場ではなくて謝罪の場だと思ってますからって首相な顔をして言って、その時にみんな思ったのは、いやそれは当然ですよねっていう、で彼女があの時きっと思っていたのは、これは私の想像ですけれども、元秘書がこういうことをしてきたっていうのをきちんと説明すれば、みんなは自分を理解するんじゃないか、むしろ自分を同情するんじゃないか、私は被害者なんじゃないかっていうふうに思っているんじゃないかっていう感覚を持ったんですね。そうすると彼女の見ている世界と有権者が見ている世界って全く違うんだと思うんですよ。私たちが多分問いたかったのは、その元秘書が怯えたのもあるかもしれませんけれども、
かなり仕事にミスが多かったのは、うん、みんななんとなく分かってるわけですよ、はい、まあ、秘書仲間の方からは、まあ、秘書の仕事の仕方については問題があるし、その後の展開についてもって批判の声は一方で上がりましたよね、うん、上がりますよね、うん、だけどみんなが思ったのは、どれほど仕事でミスされたとしても、そうだとしても、お前の娘の顔をぐちゃぐちゃにするって言いますかっていう、それ、うん、そのなんていうか、あのもうこれだって一般企業で上司がそれをしたらもうあれですよ、あのもうコンプライアンス違反で、はい、まあっという間に処分されますからね、いやパワハラひどいっすよこれ、その会社でやったら、自分より立場の弱いものに対する、うん、その必要な残虐さ、うん、ああいうものにみんなこうすごくこう引いちゃったわけじゃないですか、うん、なんていうか、それいくらその秘書の方がミスをしたとしてもあの言説はダメ、ね、ダメですよね、そのミスとは全く関係なく、その秘書が何をしたかっていうのはもうあと、あの分かりますけれども、でも仕事のミスで大事な取引をこうなくしたにしても、どんなことがあったにしても、ああいうことっていうのは瞬時に出てくるはずがないんじゃないかって、うん、だからやっぱりそういうことを考えると、この問題を豊田議員の、まあ、一個人の話に落とし込んじゃうと、やっぱりそれだけで消費されて終わっちゃって、こういう関係っていろんなところにはびこってて、それがああいうこう、議員と秘書みたいな外からなかなか見えにくい関係になった時に、より爆発してるっていうのはいろんなところにもありそうですよね。でも私、うん、そのあれを普遍的に拡大していいのかどうかっていうのはすごく疑問に思いました。逆に、うんうん、そのあれがみんなの問題ですよっていうふうに言っていいのかなって、うんうん、それって私はこの東大女子としてどうですかって言われるんですけど、あれは東大女子の持ってる問題じゃないと思うんですよ。いやいや、東大女子っていうくくられ方をして議論されることがあるんですか。私途中までそうなんです、途中まで彼女についてその自己肯定感が低くて一生懸命頑張ったところは理解できます、うん、でも最後にあの圧倒的な共感力の欠如で、自分よりもその弱い立場の人を執拗に攻撃して、完膚なきまでに人格を破壊して、それで何とも思わないっていうか、それでまだ自分が被害者だと思ってるっていうのは、東大女子の問題じゃ絶対ないなって思ったんですよね。そうですね、だからそういう意味ではその有権者で政治家としてやっぱり一番大事なのってその弱者に対する共感力だと思うんですよね。でそういうものがあそこまで欠如してしまって、いろんな事情があったにせよ、でそれでもなおその自分がまだ政治家に向いている、これは本当の私ではないっていうのを説明しようとする人を、その有権者がどう判断するのかっていうのは、この、あの選挙を問われるところだと思いますね。豊田さんのいいところを言ってあげるとしたらどこありますか。僕ですか。うんうん、あんま思いつかないですねでもその方が努力していたってのは確かだと思うんですよ、うん、ね、でだからそのあの瞬間だけで判断しないでほしいってのは分かりますけれども、あの瞬間が人格の一部じゃないと私は思えないんですよね。なるほど、ありがとうございました。